おざす、ティッシュスンです。さてやっていきましょう。やっぱ BF といえばこちらのモード、コンクエストですよね。いや楽しい。BF2042 のコンクエストは拠点間の距離が長くて、マップもちょっと大きくて、走り回る時間がなんか長かったりするから、あまりやりたくない。ブレイクスルーだけやってたい。何言ってんすか。そんなあなたにエクソダスコンクエスト、はい、こちらのモードはね、過去作の、まあ、めっちゃ外すやん、グラップリング。どうなっとんねん、俺。まあいいや。まあ、過去作のね、BF のマップが遊べるモードとなっております。まあ、全マップ、過去作のマップかって言われたらそうじゃないんですけど、まあ、たまに2042のマップとか挟まってきますが、まあ、それでもね、まあ、この BC2 のマップとか、BF3 のマップが遊べますよ、といった感じですね。はい、神ゲー。まあ、というわけで、まあ、フリープ勢の皆さんはね、今、エクソダスコンクエスト、まあ、ちょっとあの新マップの関係上消えてたんですけど、このモード、まあ、最近また復活したんで、ぜひともね遊んでみてください。エクソダスコンクエストです。はい、でこちらのマップ、今やってるマップは BC2 のパルパライソっていうマップですね。はい、一緒に行ってください皆さん。せーの、パルパライソ。ありがとうございます。はい、というわけで、今回はこのパルパライソでやっていきましょう。どうぞ。 OK、 やれた。さあ、こちらのエクソダスコンクエストが復活したからには、もう2042がクスマップばっかとは言わせません。なんせあの映画を誇った BF 過去作のマップですから、そりゃおもろい。まあ、言うて2042のマップもだいぶすごい様がりやしてるけど、まあ、リワークマップはともにかく、なんか、まあ、まあ リマークマップはあれだな、まあ、良かったり悪かったりだけど、うん、新マップはほんとストランデッドあたりからもうすごいね、まあ、良くなってきてるんで、一概にもうクソマップしかないみたいなことはないですけどね、今の2042は。はい、まあそれはまだまだ甘いところはありますよ。うん、甘いところはありますけど、本当ね、あのアワーグラスとかいううんこに比べればもうコリブリとパラベラムぐらいの差がある。あ、 BF1 ネタです。あ、すいません。でもう一人、OK、来てるでしょ。足音 OK やって、まあパルパライスはもうここら辺取っておいてもらいたいね。誰かていうか俺じゃなくていいんで、なんか適当なスナイパー動画に。ただなんか誰もいないんで、まあ俺が撮るけど、いけそう。まあ味方がやってくれたか。で、あとはで、なんかいるね。 OK、 EOM。 さあ問題は B2 からかな、あれ B1 か、 B1 からなんか弾飛んできてるんで、まあ、なんとかしたいが、ただ B2 が取られてるんで、これは問題なんだよな。 B2 取ったかないと、ここの高台すぐ取り返されるからね。まあ、なんとか取り返しに行きたいところではある。もし大丈夫？大丈夫ね。で、ちょっと待てよ。任せられ。よし、敵撃ったぞ。あ、ちょっと無理蘇生だった。ごめんなさい。はい。いけるだろう、AK。お前なら OK。いけた。さあ、抜いて。ちょっと遠いな。で、割と B3 の味方が B2 に消しかけてくれてるんで、なんかパワーでいけるかもしれない。ゼガヒでも取りたいね。B2。B2 取ってた方が、まあ、B1 取りやすいんでね。まあ、取れないわけではないけど、まあ、取りやすいよっていう。あれですね。はい。で、正面。あ、ちょっとやばいが、やばくない。さすが AK さん。はい。RM なんとかとかいうやつに、お株を奪われつつあるが、まだ強い。ずり押した。うん、まあいいや。こっちから撃ちたい。見えるか。まあまあ来てんな、1個分隊以上来てますな。まあ距離取りつつ撃っていこう。AR なんでね。まあインファイトもできないことはないけど。まあ基本的には中距離からの射撃が強いということで。まあ上行こうか。OK。まあそこの家好きね。まあ確かにそこの家に逃げ込まれたらなんか俺も撃ちづらいな。なるほど。で、こっちは大丈夫かな。いけそう。OK。さあやって。まあ、ちょびちょびでいいんで、まあ、しばいていきたいが。犬とセントリー。バリューセットやん。ちょっと、あんまり顔出す前か。まあ、セントリーはすぐ壊せれるんだけど、レンジャーがめんどくさいが。まだいるね、あれ。あれが殴ってるわ。ちょっと待ってよ。これなんかレンジャーだな。レンジャーに縛られてる。セントリーだけでも壊しておくか。あれ？どこ行った？バリューセット。あった。レンジャーどっか行ってる。ラッキー。はい。
でさあ左はまあ大体安全ができたんでこっちから撃っていきたいが、なんかいるね。ちょっとあんまり動かないで。オッケー。いやこれやばそう。あダメか。まあまあまあ、まあ、オッケー。はい、でこれバレてるな。急いで上行って。近場いるね俺。足音。いや来るとは思わなかっただろう、まあ、マッケがうざがられてるゆえんだね今の今のキルは。オッケー。さあやって、で B3 これこっから見たらケツ見えるか。落ちちゃったこれもう下まで落ちるしかない。落ちちゃっても大丈夫、マッケーなんですぐ戻れます。はいどうも。いいですね。さあこっから来てるんで何とかしたい。ちょっと右に抜けたやつが気になるけど、まあとりあえず見えるところから打っていきましょう。 OK。 さああとはでこっちに赤点かな。これ下にいんのがあれか。とんでもない OEM 開けませんね。ダメですね。あっち待って、まあまあ一人は持っていけた。で他のやつもまあ味方がやってくれてる。これこっち攻めれるんじゃないかな。なんか撃ってるね。あれか OK。 であとは分隊に蘇生しようか。あ味方のファルックいるから彼女に蘇生してもらおう。で OK。 さあやって、であとはちょっと遠いな。あれいけるか、まあ、まあまあ削ったからこれもう拳銃でいけるよ。はいじゃあじゃあね。さあなんとかなって、でまあここら辺の拠点は取り返しつつあるね。であとはこっちに赤点あれか、ちょっと遠いな。遠いがうーんまあ一人は持ってあげた。 OK。 ただちょっと弾がないな。弾がないです。あと4発いける。いけんかこの距離。4発じゃ死なんか削れてなければ死にませんが、さあもう残りは拳銃で戦えということで、いやマッケーなんでね弾薬箱持てないんで、あともうこの拳銃でパワープレイですよ。はい、なんか B2 に戻ったらなんか弾持ってる人いるかもしれないけど、うん、めんどくさい。はいというわけでもう死んだら死んだその時。さあ20発ゲットしました。あもう大丈夫、これならいける。そこだね。さあ残り8発どうするべきか。8発でしばける敵、光った今、光ったね。しばけました、計算通り。さああとは拳銃で突撃。まだいたよな今あそこ、うん、一間があったね。まだいるまだいる。ちまったよ。おなんかいるぞあれ。 OKOKOK。 まあ何とかやって、でここだったっけ、あれだね。 OKB1 が攻められてる。で、B2 取られて。で、この崖上一体危ない感じか。OK。まあ、ここぐるっ、あ、ぐるっと回って、ちょっと最終枠、見えない見えない。まあ、最終枠に移ろうか。OK やって。で、崖下はまあ、なんとかなったね。で、問題は崖上。で、崖上をね、攻める時でも。マッケーさんなら無難に速攻で登れるんで、このキャラ好きです。はい、というわけで崖上に登って嫌われてるんだろうなこれ、このグラップリング気持ちが上がるぜ、うん、でもまあ便利だから使うけどな俺も、すまんね。でさあ2人抜いて、あれ死体か。 OK。 で多分ここら辺にまだいるはず。でまあ攻め入りたいね。出てきました。で味方がやりました。ファルックは俺がやる。 OK。 でもう一人やりたかったが、まあ、終わったね。はいというわけで、まあ、なかなかの交戦頻度だったんじゃないでしょうか。2042のマップと違って、まあ、そんなぐるぐる走り回らないカオサグのマップは、そこが素晴らしいエクソダスコンクエスト。皆さんもやってみてください、リプ勢の方特に。はい、でご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。